はい、こんにちは。少し遅れて申し訳ありませんでした。ちょっと、いろいろ国会日程が動いて、恐縮でありました。私の方から最初に発表することはございませんので、最初から質疑させていただきたいと思います。はい、ご質問ございます方はお願いします。二階堂さん。朝日新聞の二階堂です、はい、インドの新首相とのですね、首脳会談が延期になりました、はい、解散の影響が、外交日程に影響を与えたという形になったと思いますが、ここについてのご見解お願いします。これは新首相がまさに来日される当日にですね、解散があるという日に当たったということで、先方として、予定の通りのスケジュールをこなせないという判断もあったんだというふうに思います。結果的には解散の判断がですね、今日与えたことは確かだと思いますけれども、日本とインドの外交上の友好関係の重要性に鑑みて、引き続いてですね、首脳会談を行う調整を進めてまいります。はい、富山さん。富山です。米兵によるですね、女性暴行事件から間もなく1ヶ月になるんですが、アメリカ政府の追加的な再発防止策っていうのはいつ頃出るか、目処なんかありましたら教えていただきたいと思います。またその進捗状況についても教えていただきたいと思います。まだですね、いつ出るという確たる情報を我々も得てはおりません。ただ我々の方としてはこれまでもずっと申し上げております通りですね、実効性ある対応策、対策を米側に引き続いて要求していると、こういう段階です。他にご質問ございますでしょうか。伊藤さん。読売新聞の伊藤です。よろしくお願いいたします。中国の共産党の方で、はい、習近平さんが、はい、党総書記に選出されたと同時にですね、軍トップの党中央軍事委員会の主席にも決まりました。まだこれから権力移行になりますけれども、習近平さんへのこの交代と権力の集中をどう見てらっしゃるか、特に久しく懸案になってます尖閣問題への影響とですね、あと年内の交渉入りで、事務レベルでは握っている日中間の FTA ですね、この2つへの影響という点でどのように見られてますでしょうか。習近平さんの最高指導者への昇格というのは予想された範囲内ということで、まず本当に祝意を申し上げたいというふうに思います。軍事委員会のトップも兼ねるということについては想像しない場合両方あったと思いますけれども、それについて今こちらからコメントする立場にはないというふうに思っています。で、尖閣への影響、日中間 FTA 交渉への影響という点でありますけれども、相手というのは中国政府のトップが誰であろうともですね、我が国としては日中関係というのは最も重要な二国関係の一つだという認識と、今現在は非常に厳しい状況ではございますけれども、引き続いてですね、緊密に連携して引き続いて意思疎通を図っていくということでですね、粘り強く冷静に対応して対極に立った日中関係の修復を目指していきたいと、このように思っています。そういう中で日中間 FTA についてはですね、ご承知のとおり年末までに交渉を開始するということでは一致しておりますので、引き続いてそれを目指していくと、日本側からすれば中国のトップがいかであれ、政府と政府で年末までにですね、交渉を開始するという一致点を見出せている以上、我々としてもそれを目指していくという立場です。はい、他にご質問の方。はい、じゃあどうぞ。日経新聞の亀井と申します。TPP についてお伺いしたいんですが、はい、明日衆院解散しても政府は継続するわけですから、はい、野田総理がその後ですね、参加表明するという可能性としては残ると思うんですけども、ただ
その選挙後の枠組みがどうなるかっていうのが分からない中で、表明することの妥当性がどうなのかということを言う方もいらして、そういう見方についてそのあたり副大臣としてどのようにお考えか教えていただきたいんですけど、まず政府の立場、いろんな報道があっていることは承知してますけれども、政府の立場も一貫しておりましてですね、関係国との協議を継続していくということでありますので、一時、TPP 参加を近々表明するんではないかというような報道はございましたけれども、特定の時期に表明するというような意向は全くございません。したがって、今の質問には、こういう解散があっても引き続いて政府は政府なんでどっかでやるんではないかというご質問というふうに受け取りますけれども、回答としては、今言ったようにこれまで通り特定の時期に参加表明するというのはことを決めている事実は全くない、これまで通り関係国と協議を続けていくと、これが政府としての立場です。それを継続します。はい、斉藤さん。共同サイトです、はい。ちょっと2問ありまして、はい、1つは中国で先ほど習近平の件で質問出た補足ですけども、はい、日本政府としてですね、この習近平、執行部に対して、どのように祝意を表すのか、電話かあるいは何か祝電を送るのかですね、どうすべきなるのか、この点が1点。それからもう1点インドなんですけどもね、先ほどその解散の影響があったということを副大臣おっしゃられました。でその解散がこうしたそのインドとのですね外交日程に影響を及ぼしたことについてですね、遺憾に思うかどうか、これ2点目です。すいません、インド側が、外務省としてですね、それはその日本外交を司る 外務省として、その我が国の総理大臣の解散という判断がですね、そのインドと その重要外交日程に影響を及ぼした点について、例えば残念であるとか遺憾であるとかという認識があるのかどうか、この点確認したいと思います。これ習近平新総書記に対する祝意の伝達の仕方、これはまだ現時点では決まっていないと了解をしています。これから、検討することになろうかと思います。2点目、日印関係に影響したというふうには申し上げておりません。たまたま16日という、解散総理が明言した日が、来日で、しかもその日の夜に夕方等々、首脳会談等の予定があったと、こういうふうに承知をしておりますけれども、その意味で、来日日程には影響を及ぼしたけれども、日印関係についてはその重要性に鑑みて、先ほど言いました引き続いて、首脳会談の日程等を調整していくということでありますので、外務省として、総理 その解散の発言についてですね、遺憾であるとかそういうことはもう一切考えておりません。はい、他にご質問の方。はい、杉本さん。産経新聞の杉本と申します。はい、解散に与える外交への影響なんですけれども、先ほど来質問がありますが、その解散することによってですね、この時期にすることによって外交にその空白を与えないのかということに関して、お答えはその滞りなく外交は行われていくというお答えだと思うんですけれども、今日まさに日朝政府間協議が始まりまして、はい、それでも解散とは関係なくですね、外務省として交渉するということをお答えだと思うんですが、その北朝鮮側が求めているのは、そのまさにその外務省およびその日本政府の政治的な決断をこう求めているのであって、これから選挙をして、で引き続き政権を担当するかどうかわからないという政権をバックにした外務省の当局者が行くと、このタイミングでその交渉するということは、その無責任じゃないかという批判は免れないと思うんですけれども、その点についてどのようにお答えされますでしょうか。この日朝協議については、まさに4年ぶりに再開をされているわけでありまして、これは政権がいかであれ、我が国の対北朝鮮に対する基本的な立場を貫いていくということには基本的に変わりがないと私自身は思っております。総選挙後の政権がその基本的立場を維持するのか変えるのか決めることかもしれませんけれども、
この北朝鮮に対する基本的な立場は、我々民主党政権も前政権から一貫して引き継いでおります。まあ、そういう意味では、政権がいかであれ、我が国の基本的立場にのっとって、北朝鮮、まあ、特に拉致核ミサイル等をですね、まあ、解決していくと、この方針には変わりない、まあ、そこに少しでも資するであろう、この日朝協議は有意義なものであると了解しております。はい、他にご質問の方、伊藤さん。読売の伊藤です。その日朝協議に関連しましてですね、政府民主党として横田めぐみさんの両親が希望されれば、娘さんのキム・ヘギョンさんと面会ができないかと非公式に、向こうと調整しているという報道がありますが、これの事実関係および、こういったことの今回の交渉への影響をどのように見られているかと思います。報道については知ってますけれども、そのような事実関係は全くないと断言をさせていただきます。で、まあ、このことの影響については、これがその事実ではないということから、影響はないと思っています。他にご質問の方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。はい、よろしいようでしたら終わらせていただきます。はい、どうもありがとうございました。